はい、どうも、Kチャンネルです。九千部山にまた登ってきてます。まあなんとか登ってこれましたが、一回足つきです。こちらの冷水ベストを着て近くの九千部山まで登ってみました。気温は25度、薄曇りの天気ですね。で、距離はまあ10キロぐらいで、獲得標高が5、600メートルぐらいの山を登った感じですけど、はじめ勾配が緩いとこはね、一番緩い、冷水が巡回する頻度が一番低いやつであって、中間の緩やかなところから最後のすごい勾配の上りのところに行くときに、もうずーっと循環するモードでやりましたが、まあまだ真夏じゃないんでね、あれですけど、かなり効果を確認できました。非常に良かったですね。まあ汗はかくんですけども、快適にライドできましたので、非常におすすめです。熱中症対策以外でもサイクリングでも使えることが確認できました。それでは、以上が今日の報告です。